ロンドンのダックスフォード帝国戦争博物館にある93式戦車地雷93式戦車地雷は第二次世界大戦中に日本陸軍によって使用された円形の対戦車地雷である。1933年から使用された。追加の爆薬を地雷の下部に加えることで破壊力を増大させることができる。テニアン島埋設状態93式戦車地雷は 対戦車用途を主眼とする。本次来は、戦車の離帯を破損させて、行動不能にするのが役割であり、戦車を完全に破壊する効果はなかった。行動不能にした後は、エンジンルームうわつらに設置した、布団爆雷を起爆させ完全に破壊するなどの運用が想定されていたという。開発は昭和4年6月1日に始まった。研究のための審査が行われ、 結果はできる限り軽量化を目指すこととなった。昭和8年4月から本格的に研究が行われ、同年5月、イラゴ社場にて爆薬を使用し、威力と薬量を算出した。試験には89式中戦車を使用し、履体の最も頑強な部分を切断するには、百七 670g が必要と判明した。形状は円盤状とするのが適当とされた。 6月に予備試験を実施し、姿勢に入った。地雷は幅 158mm、高さ 55.8mm、作薬量 700g、総重量 1150g とされた。7月に完成した試製品を奈良市の演習場で試験し、新幹高さの低減、離体との地雷の密着などの回収すべき点が明らかになった。8月に イラゴ社場で再試験を行った。試験車両は同じく89式中戦車であった。この試作型はそれまでの地雷と比較して、威力は約2個分だった。10月、形状を円盤型に決定した。12月には輸送試験が、打載、車載にて行われ、安全が確認された。昭和9年1月、北満州父春付近で、 感知試験が行われた。新刊を一部修正し、実用に達した。円盤系金属製で、本体演習部には、刊と紐が対象についており、地雷同士の結合や、紐を伸ばしての投擲に使用できる。作動は圧力発火による。140kg の荷重が新刊にかかると、新刊内部の中線が切れ、激震が解放される。 激震はバネによって推進し、雷管を叩いて発火させる。93式地雷震管は、全長4 5 5トル直径1 8ト、mm、ル重量約5 0ムで、防湿のため収容灯内に一個ずつ密封して、保管される。震管にも、激震ストッパーとなる、安全羅という安全装置がある。これは、 新刊の頂点に取り付けられたキャップ状のねじ蓋のことで、キャップには、案の字が記されている。新刊は、接続多いを除去して、地雷の中央にねじ込み接続する。地雷本体には安全器があり、新刊装着後にも、新刊と蓋の間に、この安全器が装着され、案の文字を表示して、ストッパーがかかっていることを示す。新刊装着の際には、 安全器の案の字を髪型に向け、安全器の上下に、裁管を当て、これを、新管の上部にはめ込み、最後に蓋をつける。使用の直前には、ラガイを外し、安全器を除去してから用いる。93式戦車地雷は、通常1個を埋設し、威力を補う際には2個の底部を合わせ、付属の紐を結束して埋設する。 地表から5センチ以下の深さに埋設することとされ、軟弱地ではそこに板を敷いて用いた。凍結地帯や道路上では、本体が地面よりも、わずかに高く露出する、よう埋設することとされた。設置時に安全器、安全らは捨てないよう指示された。断面図、ありがとうございます。